では福島さん、今日はどうも、はい、こんばんは。よろしくお願いします。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。いや、いよいよ迫ってまいりましたね。そうですね、重要な参議院選挙、はい、だから私は昨年10月にね、はい、衆議院選挙があって、はい、改憲勢力が3分の2を取ってしまいました。残念ですけどね、はいはい、だから今回の参議院選挙は歴史的な選挙で、うん、日本の進路を決めるようなね、今後どういう方向に行くか決めるような重大な選挙でないかと思いますので、はい、ぜひ福島さんには頑張っていただきたい、はい、頑張ります。そして、社民党の費用ですね、はい、消さないで、はい、もっと広げて、はい、そういうふうに広げるように頑張っていただきたいと思っております、はい、ありがとうございます。それで今日はですね、日常的ないろんな活動とか、はい、それはどういう国会の活動をやられてるのかっていうのは知ってるんですけど、あんまり個人的なことはね、何でも聞いてください。海藤さんのとは2年間いろいろ、はい、日弁連で一緒に仕事をしましたんで、はい、そうですね、事務総長させていただいてありがとうございました。活動したんでいろいろ聞いてるんですけど、福島さんのことはあんまり個人的なことは知らないことがあるので、また支援者の方の中にもね、はい、あまり知らないことがあるかなと思って、私の興味を抱いたことをちょっと聞いてさせていただきたいんですけど、まずですね、私はいろいろ大学に入るまで弁護士という仕事は、はあ、そういう仕事があるのを知らなかったんですけど、福島さん弁護士になろうと思ったら何かきっかけあったんですか？いや、それがですね、小学校3年ぐらいの時に、うん、ゴジラ対なんたらとかいう映画を例えば見に行ったんです、うん、そしたら昔は電波ニュースって、うん、ニュースが流れていて、その時に公害裁判に手弁当で頑張っている弁護士たちがいるっていう、多分いろんな公害裁判、うん、もしかしたら四日市だったかも、うん、それは分からないんですが、うん、なんか裁判所の中があって弁護士がいて、うん、当事者たちがいてっていう、うん、そういう映画を見たんですね、うんうん、で私はそのゴジラ対なんとかっていうのは全然覚えてないんですがそのやっぱりでも映画に行くきっかけはゴジラ対なんとかを見ようと思ったわけですね。ところがその電波ニュースを覚えていて、うん、あ、弁護士でこんな手弁当で頑張ってる人、公害裁判やってる人がいるんだと思ったんです、うんうん、で私は中学校の時には、うん、小説家かジャーナリストか弁護士になりたいと思ったんですね、うんうん、意外とやっぱ言葉ですよね、うん、で高校1年の時に弁護士になろうと決意をするんです、うんうん、で当時確かラルフ・ネーダーさんや環境問題などで頑張る、うん、国際的にも頑張る、なんかすごい社会派的な弁護士がいるっていうので、うんうんうん、まあかっこいいなとか思っていた、うんうんうん、で私が弁護士を志した理由は高校1年の時2つあって、うんうんうん、1つはその社会的活動がしたい、うんうん、でもう1つは私の父は、うん、その時均等法がなかったので、うん、まだまだ女性は日本には女性差別があって、うん、組織の中で働いたら、うん、まあ差別を受けやすいと、うん、だから何か資格を持って働くようにっていう教育をしてくれたんですよね、うん、ちっちゃい時から、うん、で私はどうも理科系ではなさそうだから、うん、文系で資格を持って、まあ、働けるようにっていうので、うん、司法試験を受けて弁護士になって働き続けようっていうふうに思ったんです、うん、だから2つあって社会的な活動をしたい、うん、それからもう一つは資格を持って一生働こう、うん、で高校1年の時に決意し、うん、で大学はだから法学部に行ったんです、うん、先生の後輩ですしかし早いですね、僕らの高校の時は何も考えてなくて、ただその受験勉強で一生懸命だってね、まあ、それと私は高校の時は卓球やってたんですけど、まあ、今お話聞くとなんか早い段階でね、そうですね、なんかいろいろ、まあ、こういうこと昔のあれは焦ってたっていうのか、早い段階からね社会に目が開いてて、ね、うん、ああなるほど。それで弁護士としてやってたの、最初の頃はなんか第二東京弁護士会だった。そう、今も第二東京弁護士会です、なんか一緒にで、私答弁なんですけど、一緒に交流したことはなんか外国人の支援かなんかで交流したこともあったかもしれない。私は、うん、
私はかなりそういう活動もやってましたよね。そうですね、うん、1980年代ですね、うん、1986年にあの日本キリスト教団、うん、婦人教父会、うん、女性のヘルプというのが、うん、アジアからの出稼ぎ女性の緊急避難所を作るんですね、うんうん、でそこのアドバイザーロイヤー、うん、協力弁護士の一人で、うん、当時そこ林陽子さんや、うん、いろんなあの弁護士さんが、うん、何人かあの、梶尾千波さんや、うんうん、あと大島由紀子さん、それで私も誘ってくださって、うんうん、でみんなでやってたんですよ。なんか早くからそういう問題を手掛けてるなというふうに印象に残ってます。それはありがとうございます。私はあの東京弁護士会でですね、最初にサラ金問題に取り組んで、はい、あの法律相談委員会に入って窓口作りをやるんですけど、うん、その後やっぱりあの外国人 の在留資格の問題で相談が来たりですね、うんはい、そういう相談が増え始めたので、この委員会で外国人の特別相談窓口を、うん、あの作ろうという話をしたら、うん、執行部がかなりあのもしあの国際問題になった外交問題になったらどうするんだというようなことで反対されたんですけど、サラ金の窓口を作る時も反対されたけど、やっぱり作って大変それがあの報道もされて評判が良かったので、ね、やはりその通訳の問題とかいろいろ困難な問題あるけど、あの作るべきだということで作って私も一時携わった経験があるんですけど、その外国人問題を取り扱うときにどういうこと心構えとかどういうような知識が必要か、ちょっとお話をしてもらった印象が残ってます。あ、そうですね、当時実はそのまさに緊急避難所のアドバイザーロイヤーだったんですよね。あと、まあ、セクシャルハラスメントや弁護士会もすごく熱心に、うん、ホットラインとかやりましたが、うん、あと私は婚外子、両親が結婚届け出してない子どもの住民票の続き柄、うん、戸籍の続き柄、うん、法定相続簿の差別柄、うん、差別裁判を他の弁護士と一緒にやるんですよね、うんうん、で面白いのは昔、あ、いいですか、うん、住民票の続き柄って、うん、長男長女次男次女、うん、養子、両親が結婚届を出さないと子って書かれてたんです、うん、で当時あ、まあ、それで差別のない表記にしてほしいっていうのを、うん、1988年5月に提出するんですね、うん、代理人として、うん、で、当時社会党の日下部清子さんだったと思うんですが、うん、あの行政交渉をするんですね、うん、そしたらですね、その時にこれ差別のない記載をして何か問題がありますかってと自治省に聞くんです、うん、だから自治省はあの調べてみますって言ったんです、うん、であの回答が来ました、うんうん、あの何も差別のない記載にして何も実務上支障がないことが分かりましたって言われて、うんうんうん、なんと一遍の通達で全国すべての住民票の続き柄欄が全部子に変わったんですよ、うん、ただ私はママ友に、いや福島さん、実はうち連れ子でね、お兄ちゃんは私再婚なのって、だからいつも住民票に養子って書かれるのが嫌だった、うん、だけどこれが全部子になったから、うん、福島さんよかったわって言ってもらえたんですね、うんうん、これは画期的ですね、全部子でいいですね、しかも長男裁判もやらないで、あ、じゃあ裁判やった、うん、裁判やって裁判の途中で行政交渉したら、うんうん、それで改善する、これで実証が一遍の通達で、うんうんうん、だからなんていうのかな、こうおかしいなとか、うん、こうしてほしいとか思って、うん、まあ、それは原告が裁判を起こしたんですが、うん、と思ったらやっぱり法律や制度を変えられる、うん、つまり生きてる人間がいて法律や制度があるんだから、やっぱり法律や制度を変えよう、うん、でもまさに宇都宮さんも反貧困、うん、奨学金、うん、それからサラ金問題、うん、まさにこれでやってこられてるわけですもんね、うん、まあ、あのそういう活動をやったので少し政治に関心を持ったんですけど、ああ、そうですね、だから私もまさにそうなんです。福島さんはそれから弁護士はまず分かったんですけど、うん、突如として、あの突如として、ね、政治の方に踏み出すきっかけっていうのは何かあったの？そうですね、うん、それがですね、うん、今を去ること24年前、うん、土井孝子さんに1998年です、うん、立候補しませんか、うん、参議院にって言われたんです、うんうん、で私は気が弱いので、うん、政治家には向きません、うん、と言ったら黙ってらっしゃいましたけど、うん、で私は一日一ハッピーに生きていくのを信条としているのに、うん、なんか政治家って見ていると、うん、一日一日ハッピーに生きているようには見えないって言ったらですね、うん、
彼女は土井たか子さんは、まあ、一日一日ハッピーっていうわけにはいかないけれども、うん、やりがいを感じることはありますって言ってくれたんですね、うん、でも迷っていてすっごい悩んだんです、うん、私はなんか人生で3つ悩んだことをあげろって言われたら、うん、その1つになるぐらい悩んだんですが、うん、なぜ決意をしたか、うん、そこで土井さんこう言ったんです、うん、これからさみだれのように有事立法が出てくる、うん、そんな国会で一緒に頑張ってほしい、うん、で憲法9条が変えられるかもしれない国会で一緒に頑張ってほしいって言われたんですよ。それで私はルンルンランラン市民運動を楽しくやってる弁護士だったんですが、いや困ると9条変えられたら私困ると、なんかズバッとなんか床が抜けるような感じ でみんなも困ると、だったら9条を解約させないために頑張ろうっていうのがすごく大きいところです。でもうちの連れ合いなどはですね、社会民主主義を樹立するための柱になれなんて言っちゃって、あステイシーになれって言ったんですよ。で私はなんで私がステイシーになんなくちゃいけないのよって感じでしたが、でも結局その平和憲法と社会民主主義的政策の実現っていうのは変わらないですね。それ声かけられたのはいつですか？1998年、24年前です。1998年、でその1998年の7月の選挙で参議院になるんです。なんか私の印象はもう最初から福島さんは弁護士と同時に政治家を目指してたのかなっていう印象です。それは違う、そうでもない、私は気が弱いので政治家には向きません。あまり気が弱いっていうのは誰も信じないんじゃないかと思うんですけど、つまりやっぱりなんか応援はするけど、うん、自分がなるってやっぱりあんまり思ってなくて、うん、しかも弁護士って面白いじゃないですか、うん、結構これ転職と思っていたんですね、うん、選択的夫婦別姓、うん、通称使用の裁判などもやってたりしたんですよ、うんうんうん、でも結局なんかその延長線上でなんていうかな、議員になったっていう感じもしますね、うん、別姓の法も作った、別姓の話出ましたから、どうぞ、はい、その福島さんと海田さんはそれこそ別姓で事実婚ですね。はい、でこれは相当なんかまあ少しずつそういう理解が今は増えてて、世論調査やると認めるべきだというのがかなり多くなって、だけど自民党とかそういうところはなかなか応じないんですけど、だから福島さんと海藤さんが結婚された当時はまだそんなに多くなかったと思うんですけど、 そうですね、そういう別姓で事実婚ということでした、なんかこう理由とかなんかあるんですか？私は18ぐらいまでは結婚して姓が変わるのかなと実は思ってたんですね、みずほっていう変わった名前なんで、いやなんかなかなか語呂合わせがよくないななんて思ったり、ところが結婚するあるいは名前を変えるっていうことが自分の問題になった時に、誰々くんと言って対等に付き合っていたのに、なんで私は九州合併されなくちゃいけないんだろうっていうのがストーンと落ちなくなったんですね。でも彼も僕も名前を変えたくないから、別に福島に変えたくないから、あなたの言うこともよくわかるよって言ってくれて、それでなんかここでのろけても仕方ないんですが、それで結局結婚届を出さず事実婚ですね。で子供が生まれる時はやっぱりこうなんていうか後ろ指さされたりしたら嫌だとか、あれ私って未婚の母になるのかしらと思いましたが、別に肩肘張らずに別に普通にやっていこうと思い、事実婚でやってるんですが、別に子供はパパは、なんとか、ママは福島みそ、私はなんとかって、別にそれが普通に思ってますね。その海藤さんとね、お子さんとその福島さんの間はそれでいいと思うんだけど、日本ってまあだんだん薄れてきたけど、やっぱり親の問題あるでしょ。だから福島家と海藤家のご両親っていうのはなんかそういうことについて何も言われなかったのか、子どもたちが決断すればしゃあないなということだったのか、 その辺はどうですか？子供が生まれる前は、まあ例えば司法試験受験もしていることだし、いずれ結婚するんじゃないかなと思ってたんだと思うんです、で子供が生まれる時はやっぱり双方の両親ってか、実はうちの両親の方、うちの母親っていうのかな、やっぱ結婚することを望んだ、つまり結婚できるのに、赤ちゃんこんなに可愛いのに、なんで結婚届出さないのかと思ったようなんです、ただそれもまあ説明し、それからなんていうのかな、逆に、結婚届を出さないからこそ一生懸命2人で子育てしようじゃないけれど、で
それに慣れてくれたというか、うん、別にこう真面目な気持ちで真面目な気持ちでやってるっていうのも変だけれど、なんか理解してくれたんですよ、うん、両親双方とも。海田さんの家もそうです、もちろんそうです、うんうん、なるほど。あの別にっていう両親とも理解があったということですね。まあそうですね、うん、なるほど。それとあの実際にそういうあの生活をしててなんか非常に困ったこととか、それはほとんどない。それは別にないんですね、うん。それからまあ少しずつ夫婦別姓も浸透してきたので、うん、いや夫婦別姓なんですって言えば済むし、うんうん、何か その実はなんかこれで差別受けたら嫌なことだったらどうしようと思って腕まくりしてたんですが、うん、でもそういうことは起きなかったんです、うん、だからまあそれもなんかあの彼がその婚外子を育てるみたいな感じじゃなくて、うん、別に普通にしてて、うん、何か問題があったらいつでも結婚届は出せるし、うん、何か問題が起きたら話し合えばいいじゃないかって言ってくれて、多分何も特に問題ないです、うん、でも彼はこう言うんです。もし私が例えばですよ、うん、私が姓を変えて名前を変えていたら、うん、ずっとなんで私が名前変えなくちゃいけなかったの、うん、なんで私が通称使用しなくちゃいけないの、うん、なんで私がこんな不便しなくちゃいけない、うん、どうして私がダブルネーム使ってこんなに苦労するの、パスポートの名前が違う、電子データと違うとか言ってですね、うん、でもうとっくの昔に別れていただろうからあだから自だからあの事実婚で、うん、なんとも名前のことに分かったこと、事実婚だったから長持ちしたと思ってるようですよ、うんうん、でも確かにそうですね、うん、なんか女性の側だけが、うん、あの名前を変え、うん、しかもダブルネームを持つ、ストレスを持ち、うん、パスポートの電子データは登録制だから、うん、あのパスポートの電子データと旅券、うん、あのね、チケットとか違うとか、うん、もうとにかく問題が起きたりしてもう大変みたいなことがあるので、うん、いやよかったよかったと、事実婚だったから長持ちしたと思ってるようです、うん、この、ま、あの一応世論調査やるとねもうそれはあの認めるべきだとい う, そうです、ね、あの世論の方が、うん、多くなってるような感じがするんですけどね、ま、別に同棲を、うん、あのできないわけじゃなくて、な同棲の選択的夫婦別姓ですから。そうなんです。これの実現の見通しはどうですか、今の国会状況。いやもうこれは政権交代しないとダメなんじゃないかと思いますが、うん、それぐらい頑強ですか、うん、でも、うん、自民党の中が変わるか政権交代ですね、うんうん、民主党政権の時もチャンスだったんですが、うん、閣僚の中に反対の人もいてちょっとなかなかうまくいかなかったんです、うん、やっぱり当時ちょっとあのやればよかったっていう、まあ、すごく説得はしたんですが、うん、まあでもあの必ず実現を近未来にします、うん、おっしゃる通り、うん、夫婦同姓の人は同姓にすればいいし、うんうんうん、夫婦別姓の人は別姓でいいし、うんうん、という話なんですよね、うん、何も問題がないと思うんですね、うんうん、同性婚もまさにそうですよね、うん、同性婚を認めたからといってあなたの家庭に影響があるわけでもなく、うんうん、太陽が東から昇るわけでも、うん、日照りになるわけでもありませんとかいう、そういうことですよね。同性婚はもうアジアでは台湾が認めてますよね。そうですね、台湾というのはいろんな意味であの進歩的な制度ができてますね。そうですね、まあ、この前あの再審法改正のね、あの、はい、市民の会の結成3周年の院内集会やったんですけど、うん、台湾の人ともなんかいろいろ進歩で交流してるんですけど、うん、台湾 の, あの再審法ってもともと日本の植民地だったので、あの旧日本の刑事訴訟法ですか、それを土台にしてるはずなのに、もうずっと改正になられて、なされてんですね。日本もその最新の法律を変えるべきだし、うん、それを言えば韓国なども選択肢停止の批准は批准してるし、うん、国内人権救済機関を作っていると、ね、うん、つまり日本はアジアの中のなんていうかこう優等生みたいな形で、うん、一番法制度がいいよとえへんぷいぷいと思っていたら、うん、なんかどんどん正直に抜かれていると。だからとりわけ男女平等に関しては、うん、あの韓国で世界シェルター会議ってのがあったんですよ、うん、あの世界中の、うん、あのDV などのシェルター、うん、で韓国がどれだけ予算やってるか、うん、あごめん台湾ですね、うん、で韓国の話もよく聞いたりいろいろするんですが、うん、まあ、スウェーデンやノルウェーや、まあ、いろんなところが進んでるっていうのはまあ理解できるんですが、うん、明らかに日本よりも、まあ、つまりあの多く北東アジアって、まあ、家父長制が昔は強かっただろうし、儒教もあるじゃないですか、うん、にもかかわらずやっぱりそれを克服するための法制度と、うん、それからやっぱり女性運動や、うん、そういうの活発ですよね、うん、死刑廃止とかね、うん、そうそう、台湾は非常に制度
その再審法以外もですね、うん、非常に進んでますよね。日本でも作りますよ、うん、再審法。そうですね、証拠開示と、うん、やらなきゃいけないですね、検察官広告禁止とか、はい、まあ、チャンスですから。うん、なんか日弁連もやっとあの実現本部をね、作ろうという動きがやっと出てきてるようですから、うん、よかったです、うん、裁判官の胸三寸ですから、うん、いい裁判官に当たったら証拠開示、うん、そのあたいいのに当たらなければずっと証拠開示されないっておかしいですよね。それから佐山裁判も角の裁判長になって証拠開示が進んだんですよ、うんうんうん、はい、どうぞ。いや、まあ、何でも聞いてください。参院選のことですけど、はい、今非常に社民党党首として重責を担ってるわけですけど、まあこの今の状況ですね、その社民党としての今回の参院選に向けた取り組みとか展望とか、はい、その辺はどうですかね。はい、あのですね、急に真面目ですいません、うん、参議院選挙でってか、うん、今回の参議院選挙で 2% 取らなければ政党要件を失うんですね。で、政党要件を失うっていうのは国会の中で諸派になるし、次に国政選挙やるときに全然その条件が違うんですよね。ですから、まあ、で 2% って大体120万票と言われてるんです。で、参議院選挙の全国比例区は大体100万票ぐらいあれば 1人って言われてるんですね。だからと言われています、うん、で、この間の衆議院選挙は100万ちょっとだったんです、うん、その前の衆議院選挙よりは実は少しだけ票を増やしているので、うん、みんなはやっぱり頑張ればっていう気持ちにはなってるんですが、うん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 、120万票にちょっと足りないんですよ、うん、だからその時のままだと、うん、政党要件を失うし一人も当選できないので、うん、なんとか頑張ろうと、うん、で、私自身も今回全国比例区で名前を変えてもらう選挙を戦うので、うん、社民党って書いてもらうか、あるいは福島みずほと書いてもらう、うん、頑張ってですね、うん、2人当選するには240万票、うん、3人だと360万票なので、なんとか増やしたい、うん、熊手で熊手で熊手で熊手じゃないけど、よくね、うん、あれがあれなんですか、ね、あれじゃないけど、もう本当かき集めって言うと悪いですね、うん、もらいたいというふうに思っています、うん、で、前とちょっとというかこう違うのは、うん、東京選挙区から立候補予定の服部良一さんもそうなんですが、うん、共同テーブルって作って、うん、そこに別に社民党支持っていうか、うん、社民党員だけじゃない、うん、いろんな文化人や、うん、いろんな皆さんにも入ってもらい、社民党だけっていうよりは、うん、できるだけこう広げて、うん、たくさんの支持を得ようと、うん、ですから今回社民党の全国比例区は今8人なんですね、うん、男性4人女性4人なんですが、うん、いろんな人がいると、うん、そして、この中に社民党 の比例名簿なんですが、うん、でこの中で社民党って書くか個人名なんですが、うん、新社会の人も、うん、名簿の中に共同名簿で入ってるんです、うん、だから私も新社会党、うん、緑の党からすると、うんうん、いろんなネットワーク、うん、運動から推薦を受けてるんですね、うん、だから昨日たまたま千葉で街頭演説やったんですが、うん、社民党と新社会と緑の党と、うん、市民ネットワーク千葉県で、うん、これは女性たちが多いですから、うん、政教運動をやってきた4つで、うん、まあ、4党で街頭演説やったんですね、うん、でそれは福島みずほ頑張れっていう、うん、そういう街頭演説だったんですが、うん、まあ、本当に広げて、うん、行きたいというふうに思っています、うんうん、だから今度社民党だけじゃなくてね、そういう緑の党とかいろんな新社会党とかね、それでつながったの、これは初めてそういう形を取ったんですか、ね、いや初めてではないんです、うん、実はだいぶ前に新社会党の人が社民党の名簿で出たことはあるんですが、うんうん、今回は割と気持ちよくというか、うん、やっぱりみんな護憲の社民党がなくなったら、うん、自分たちも本当に困ると、うん、一緒に、まあ、護憲の第三極作ろうぐらいの思いで、うん、みんなで、まあ、力を合わせようという、まあ、緑の党はその名簿に入ってませんし、うん、緑の党の推薦は私だけではないんですが、うん、でも街頭にいろんなところに来てくれたり、うん、一緒に力を合わせてるって思いはあるんです、うん、だから無所属の自治体議員の皆さんや、うん、それから何党っていう支持じゃない人たちにも応援してもらいたいと思いますね、うん、やっぱり憲法
法9条が変えられるかもしれない国会に社民党がいなくっちゃと、うん、でもっとずうずうしく言うと福島みずほがいなくっちゃと、うん、自分で言うとなんか超ずうずうしいですが、でもグループ、うん、あの国会に福島みずほが必要だっていうのを作ってくれてる人もいるんですよね、うんうん、それはでも今までの活動とか見ててやっぱり必要だと思ってくれるのはすっごく嬉しいです、うんうんうん、生きててよかったっていうぐらい嬉しいですね、うんうん、まあ、そういうのは大きな争点になる選挙ですよね。そうですね。あとあの宇都宮さんがずっとやってこられた反貧困ネットワークですよ、うんうん、あのもうあの SOS フォーム、うん、瀬戸大作さんのフェイスブックとか見てると、うん、てかもうね、あのいろんな相談会に私自身も行って相談にも乗ってきたけれど、うん、やっぱり格差の拡大と貧困、生きていけない、生活できない、生きさせてくれ、すざましいですよね、うん、これも争点です。そうですね、うん、なんか瀬戸さんの話だと、私はあのコロナの感染がこの非常に拡大した時にね、うん、バッとあの SOS 増えたんですけど、うん、いやいや今収まってきてるじゃないですか、うん、それであのそういう相談が減ってるかと思ったら、うん、増えてるらしいですね、うん、だから感染自体はピークアウトしつつあるんですけど、やはりあのコロナで仕事を失ったり収入を失ったり、うん、あの家を失ったり、そういう困難を抱えてる人の SOS が増えてるということですので、うん、なんかそういうような問題についてはまだまだ解決ができるから、ね、政府も効果的なあの対策をあのしてないなと。それこそあの軍拡に5兆6兆使うならね、もっとしっかりした社会保障体制を充実してもらいたいですよね。そうですね、うん、それから新自由主義そのものを転換しなければならないという、うん、その自覚と、うん、それから新自由主義を転換するという気持ちがないんだと思います、うん、やっぱり大企業や、まあ、経団連やそこに依拠して、多額の献金も受けながらやってきたと、うん、そこを変えられないんですよね、うん、だから岸田首相は法人税上げるとも、内部留保に課税とも、消費税下げるとも、金融あの資産金融所得課税をね、なんか総裁選の時は見直すとか言ってましたけど、最近言わなくなってますよね、うん、そうですね、うん、で資産倍増計画なんて資産がない人がたくさんいるのにどうするんだと、うんうん、だから新自由主義、まさに大企業が潤えば全てうまくいくっていうことによって失われた30年、どれだけみんなの生活が疲弊したか、雇用が壊れ、社会保障が壊れたか、非正規雇用が今4割じゃないです、うん、だって宇都宮さんがあの派遣村の村長だった時に、うん、あの2008年12月末ですよね、うん、あの時800万人いた、うん、パート派遣契約社員が今賠償の2100万人ですからね、あの時にこんな悲惨なことがあるのかとか思った、思い法律変えるぞと思ったけれど、むしろ増えちゃってんですよね。そうですね、その対策がね全くなされてないですよね。そうですね、だから、うん、あのよく、まあ、あの日本の政府っていうのはアメリカの言いなりでね、今回もあのいろいろ防衛力の強化、うんをあのバイデンさんから言われたらその通り ね、 そうですね、やって、まあ、アメリカの兵器を爆買いするだろうと思うんですけど、一方であのバイデンさんっていうのはあのこれまでの新自由主義的な政策は見直さなきゃいけないということを言ってるんですね、うん、トリクルダウンなんて起こったことはなかったと、うん、それでかなりあの法人税の引き上げとか、うん、でバイデンさん自身が新あの金融所得課税のあの強化とか、うん、それからまあ世界的なあの法人税の最低税率を作るとかね、それから、インフラ投資とか環境投資とか、貧困と格差の投資を大胆にかなりやってて、うん、だから本家本元では新自由主義の見直しとかで、イギリスも法人税を上げてきてるんですね、うん、だからそういう今までの新自由主義的な政策の歪みを手直しようという動きがあの、まあ、アメリカですら出てきてるのに、なかなか日本がそうです、ね、あの出てきてない。岸田政権もほとんどその一歩踏み出せないというのは非常に情けないですね。そうですね、そうですね、うん、だから今岸田内閣やってるのは、うん、新自由主義でなんか起こっていることに、うん、絆創膏をペッペッペッってぐらい貼ってるぐらいで、うん、それと読み方をちょっと変えて新しいものを
新しい資本主義とかね。でも全然新しくないんで、アベノミクスの焼き直し、うんうん、だから絆創膏をちょっとペッペッペッと貼ってるだけで全く何も変わってないし、うん、根本の問題に向き合ってない。やっぱり新自由主義の弊害を変えなくちゃいけない、うん、チリで30代半ば の、うん、あの大統領が新自由主義発祥のチリで新自由主義の墓場にすると言っている、うん、しかも今どう思われますか、うん、社会民主主義が世界はもうかなりだから、うん、フィンランド、デンマーク、うん、スウェーデン、ノルウェー、ドイツもドイツ社民党、うん、緑の党、自由民主党の連立だし、それからニュージーランドはニュージーランドアーダン、うん、ニュージーランド労働党ですが、オーストラリアも労働党に変わると、うんうん、だからいろんなところで、まあ、アイスランドもそうだし、まあ、とりわけまた北欧だと女性のトップが圧倒的に多いんです、うんうん、ジェンダー平等と社会民主主義はまさにこうつながっていて、新自由主義の下ではジェンダー平等だって利潤追求民営化ですから女性は振り落とされるっていうこの構図があり、世界はやっぱりある意味社会民主主義、うん、ジェネレーションレフト、まあ、宇都宮さんバーニー・サンダースじゃないけれど、うん、まさにこの社会をやっぱ経済も含めて変えようと、あとコモンの復権、宇沢公文さんが言ったところの社会共通資本、あるいは公共財、もっと砕けるとみんなのもの、うん、でそれを言うと地球もみんなのもの、うん、海も大地も森も 食料も農業も医療も水もみんなのもの、これを民営化したり売り飛ばしたり、大企業が独占して好き勝手やってみんなの命と健康を害するなっていうことじゃないですか。でも日本はそういう感覚がないから、うん、汚染水海洋放出するぞ原発推進みたいな形でこれをやっぱり変えたいですね、うん、でもまさに水道法の民営化法が2018年に国会で成立し大反対したんですね、うん、で宮城は、まあ、この所有権は宮城県が持つが、うん、管理運営権はコンセッションで売却ですが、うん、世界はもう300以上の都市が再公営化ですからね、うん、パリ、ベルリン、バルセロナとか、うん、ですからやっぱりみんなのもの、命の水、コモン、公共財、みんなのものをやっぱり一部の大企業が独占し好き勝手に使うのは許さないっていうというやっぱり下からの民主主義っていうのはやっぱ育ってる面もあると思うんですね、うん、ジェネレーションレフトっていうのがもっともっと日本でも出てくるといいですね、うん、特に若い人はね、そうですね、うん、そういう人たちと一緒に本当にやっていこうと、うん、でも私は斉藤光平さんと何回か対談したんです、うん、で彼が言うにはいろんなアラブの春を含めいろんな、うん、世の中を変えていく運動は 3.5% の人が始める、うん、でできると、うん、実は 3.5% じゃあ社民党の 2% をなんとか獲得だけれど、うん、3.5% だったらできるんじゃないかと思ってですね、うんうん、その 3.5% をとからまず始めて、うん、みんなで動くぞと思ってるんですよ、うん、ちょうど私は2018年にね、はい、日米連の人権大会 のシンポジウム実行委員会の調査でスウェーデンに行ってるんですね、はい、でスウェーデンで、そうです、はい、それでいろいろ話を聞いたんですけど、スウェーデンのやっぱりこう政権与党の中心っていうのは社会民主党なんですね、はい、で今女性の首相ですからね、はいはい、だから社会民主党が中心になってスウェーデンの福祉社会を作り上げてきているので、はい、ぜひ日本の社会民主党も社民党もね、はい、スウェーデンのように、はい、今はまだまだ小さいけど、それこそもう再興して福島さんが、はい、もっと起爆剤になって、はい、日本の政党政権の中枢にどっかに座るようにね、そういう使命がありますね、はい、ドイツもドイツ社民党と緑の党はやっぱり脱原発ですからね、うん、ずっとね、だから本当は北欧っていうのは高度な福祉国家っていうのはやっぱりそういう社会民主主義的な政党が中心になって作り上げてきてますのでね、うん、そうですね、あとジェンダー平等とあれですよね、私たちも学ぶ必要があるなと思いました、ね、で投与率がとにかく高いんですね、高いですね、85% 前後で、2018年はちょうど
統一地方選挙と国政選挙で、はい、87% ですからね、うん、そういう中で高校生も選挙権がある非選挙権があるので、うん、高校生の国会議員が誕生してるんですね、うん、だからそういうようなところもあるので、まあ、社民党ここにありということでですね、はい、ぜひこれを転機にですね、はい、まあ、歴史的な役割もあると思いますので、ね、はい、ぜひ社民党最高の選挙にしてもらいたいですね、はいはい、ありがとうございます、頑張ってください、応援してます、はい、はい、ありがとうございます、はい。